皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日、免許証の更新に行ってきました。違反者講習ということで2時間かかっちゃいましたよ。皆さん、有料運転30分の更新で終わるように、事故違反しないように気をつけましょう。さて、今日の最初のコースはこちら。パパさん、巨大ロボ、心臓を破壊せよ。マリオ3のスキンのようですね。クリア率 14%、早速遊んでみましょう。いやー、めちゃくちゃ楽しみですよ。巨大ロボ。心臓？コアですかね。コアを破壊してやりますよ。まずは、これは右足かな？右足の部分を上に登っていってから腕。腕から肩、ショルダー。これが頭なのかね？これ口？口の中にお邪魔します。体内に侵入していくエレ。なんだこの葉っぱは。あの土管は一体何を表現しているんだろう。ここ上から何かが出てくるわけではない。メットをかぶる。とりあえずもう一個持っていく。持っていくよね、普通に。ここで一個取れちゃってもおまけを持ってきてるから大丈夫なーい。大丈夫なーい。あぶねー。これどっち行こうか。飛んじゃったけど思わず。飛んでも何もなさそうか。しょうがない。とりあえずファイヤー取って入ろうと思ったらダメージを食らってしまう。ひどくない？それ聞いてないよ。わ、痛いぞこれ。どこが心臓部だよ。心臓部が今のところ見つかんないけど、あのさっきの敵がワンサカいたところが心臓部なのかね。なんかすごい賑やかなコースで面白いんだけど難しい。わーい。とりあえずクッパはスルーできちゃったからスルーしちゃダメ。それ倒さないとダメだよねって。これも積んでない。戻れんのかこれ。でしょ。いや、絶対これ戻れないでしょ。戻れた。あれ、鍵取れた。あとはワンチャンこいつに乗れればまだ勝機はある。でしょ。乗った。ファイヤーバーブに行こえ。またあのクッパー結局どうするんだ。倒した方がいいのか倒さない方がいいのか。まさか戻ってこられるとは思わなかった。さあどうなる。第4コーナーを回って直線に入る。先頭は相変わらずマリオ選手。後ろからクッパさんが追いかけてくるが、鍵とビラは一つで終わっているのでしょうか。まさかのゴール。心臓部破壊したのかな。あれでいいのかな。オッケー。きっとなんだ、そういうことだ。次行こう。お次はこちらのコース。スピードラン30秒。ベストクリアタイム21秒。結構余裕がありますね。クリア率も 21%。 21秒の 21%、 そのぐらいの難易度大好きです。まず、あー、おー、危ねえ。今いきなりやられるところだった。上にいると思わなかった。下にいるんじゃないかなと思ってさ、クリボー見てなかったんだよ。あ、これ矢印学んじゃん。ずるいよ。ほい、ヒップドロップからの、ここはワンダメージを食らうからの、イカをピュンピュン打って三段ジャンプでもない。進んでくる。この先ミミキューがいるのかな。どうすんの。おー、乗るのかい。そして7光を倒してからもうゴールかな。もうそろそろタイム的に。おお、マリオタイム。ふふ。サムネにあったポケモンがね、もうちょっと至るところに見つかったらよかったかな。スピードラン30秒。読めません。次行こう。お次、このコース何でしょう。可愛すぎて作ったコース。死ぬ時の声が可愛い。あ、全自動です。竹虎さん。クリア率は高いんでクリアはできると思うんだけど、誰のやられる時の声なんだろう。優が悪いんじゃないもん。優が悪いんじゃないよ。作った人が悪いんだよ。なるほどね。後半は下を取ってジャンプのタイミングが変わるってことね。了解。クリアした時の声も可愛い。いや、やっぱり綾崎優ちゃんのファンはマリオメーカーやってる人の中には結構多いんじゃないですかね。結構初音ミクと間違えるけどね。可愛すぎて作ったコース。死ぬ時の声が可愛い。あ、全自動です。次行こう。はい、お次はこちらのコース。いいねランキングのとても難しいの第1位。クリア率は 1.67%。 ベストクリアタイムは1分32秒。目標は5分以内にクリア。こういうことね。はい、 OKOKOK。 こうやって逃げていく系のステージいっぱいあるけど、テレサを使うっていう珍しいですね。こういう使い方をするっていうのは
壁邪魔。いきますよ。せーの、ピョンス、オーケー。さて、次も急にピョンスが来るのかな。すっげえ面白いけど、あー、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、死ななかった。ピョンスピョンスピョンス、上、おぶねー、上。オーケー、一発ピョンス。なんなんだ、ピョンスって。誰か突っ込んでくださいよ。寂しいよ、一人で。アホなことばっかり言ってんの。ピョンスピョンス、いいね、ピョンスピョンス、早すぎた。ゆっくりゆっくりゆっくり、ここゆっくりで大丈夫。ゆっくりがいい。ここで靴を踏むでしょ。踏んだら、え、これ右側の大きなテレサの上に4匹乗ってるじゃないですか。あれの一番下だけ踏んづけていけっていうこと？こういうこと？ピョンス、こう？え？あ、ツタに捕まるのか。上のツタに捕まって、上に登って、こっちか。間に合った。ちくしょうめー。よし、捕まった。危ねえ。上、上、上、ツタに捕まったら、今度は、左。おーし、捕まった捕まった捕まった、奇跡的にうまく捕まれた。ちくしょう。こっち、上、これでいいのか。よーし、ようやく先に進めるよ。中間ポイントください。やったー、まだ先は長そうだ。葉っぱは取れないんかーい。からの、これで移動する順番が一定だっていうことは覚えたから、なんとかなるんじゃないの。この辺、音をよく聞くでしょ。この真ん中がな、やっぱり下がるタイミングが怖いな。うまくつかめないでしょ。この辺、よし、次右で、もう一回左に行くでしょ。ほい、そしたらタイミング見て、この辺だ。よし、また右だよね。右左、次どこに行けって。ここかーい。なんでテレサさんたちいなくなったんだい。どんどん壊して登っていったら入っちゃった。なになになに、おー、どっかに鍵があったのかな。エキストラステージとか行くのかと思った。いやー、めちゃくちゃ面白いね、このコース。2周年マリオメーカー、ライズオブザブース、ありがとうございます。7分かかったか。5分じゃやっぱり無理だよね。今日のラストのコースはこちら、ダッシュ矢印でジャストジャンプ、ポケット PK さんのコース。ベストクリアタイムは20秒116、クリア率約 10%。 ダッシュ矢印でジャストジャンプ、矢印のあるところで普通のジャンプでいいのかな。これ、おー、すごい。なんじゃなんじゃなんじゃ、当たんないんだね、これすごくない。でもすごくないしか言えない、このゴー、当たるじゃん。ジャンプの位置がちょっとずれちゃってたのかな。遅いか、多分きっとさっきからジャンプが遅いんだな、待ちすぎてる。よいしょ。でもこのジャンプのタイミングとかは結構慣れないと覚えられなそうな気もするんだけど、ここら辺、ちょっと早め早め早め、基本的に早めっぽい。ここだー。次、次、次、そろそろゴール来ても。ジャンプできなかったー。ジャンプできないー。くるくるさー。いや、一歩
めんなさい、なんでもないよ。気にしちゃいけない、今のは。おーい、ジャンプして当たんないんかーい。どこにゴールあんのこれ。ゴールが全然わかんない。あー、よかったー。アメイジンググレイスを口ずさんだおかげでしょうか。いや、全くね、特にアメイジンググレイスに思い入れとかはないんだけど、いい曲ですよね。うん。というわけで、今日のマリオメーカーはこの辺で終わりにしようかな。ダッシュ矢印で、ジャストジャンプ、ポケット PK さん、ありがとうございました。それでは、次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。